ございます。ヨネちゃんでございます。残念ながらこちら方面にね、富山湾を見ながらね、立山アルプスはねとはできませんでしたと。ただ今の時刻4時50分。もう一度寝ます。改めましておはようございます。ヨネちゃんでございます。ただ今の時刻7時40分。戦略的二度寝。無職のヨネちゃんはね、何でもできるのだということで、近くのね氷見漁港に行ってね、美味しいブリ料理でもね食いに行きたいと思います。よろしく。はい、どこに止めていいかわからないけどね、今日やってきたのは魚市場食堂、地方卸売市場氷見魚市場。6月13日だから閑散期に当たるんだろうけど、なかなか忙しそうにね皆さん働いてらっしゃるね。こういったところでもタブレットなんだね。よし、じゃあこれだな。サインがあるよ。元稀勢の里十明幸よ、格闘家マサト橘健一さん。各定食にはねこんな漁師汁がつくようだ。はい、朝からね大変贅沢だが、ガンドブリ、エビ、マグロ、なんだろうね、あとこれもなんだろうね、これだけのお刺身にこんな感じだ。これはねちょっと小さめなガンドブリっていうんだけど、全然美味しい。昨日食ったね寿司屋さんより全然こっちの方が甘いよ。まあ、はい、ここのね魚市場食堂めちゃくちゃうまかった。特にねイカとブリとあと漁師汁かな、最高にうまかったよ。まあこういう雰囲気をね見ながら味わえるなんて最高だね。ちょうど8時から競りが始まってるね。では見えないが、あーなんか小魚だね。まあこの市場にね時期になれば寒ブリがずらーっと並ぶんだろうね。あー鳥との共存だね。はい、なかなか美味しゅうございました。氷見市場でした。はい、朝からねこういう美味しいものにありつけるとね、今日一日の期待が膨らむね。それでは今日の旅を続けていこう。はい、次はね眺望はねちょっと期待できないが、海岸線を楽しんでみようと思うぜ。はい、道の駅雨晴らしっていうとこだね。雨晴れどっちやねん。はい、道沿いにあるねおしゃれな道の駅だね。ちょうどね電車が来たから電車の動画を撮っていこう。ここには義経岩っていうのがあって、奥州下りの際ここに通りかかった時ににわか雨にあったんだって。これは恋人の聖地じゃないんだな。でも鳴らそう、誰もいないからね。はい、今日は何曜日だ、多分木曜日ぐらいかな。穏やかな時間がね。はい、またまたね電車が来たね。ちょうどね通勤の時間。はい、義経岩と富山湾をね走るこの電車、1、2、3両編成だね。
車ディーデル車。はい、数々のね観光ポスターに載ってる景色がここだということに気づいた。この岩が印象的でね、この奥に立山連峰が海越しに見えるというね、ようやくわかったぜ。だからこの景色が見たいからここの道の駅の駐車場はいっぱいだったんだね。ようやくわかりました。富山ってすごいね。こういうね信号のない横断歩道に立ってるとね、必ずと言っていいほどね車が止まってくれる。俺もねそういう運転をしたいね。はい、恋人の聖地的なリンゴ金。なんだよこの音、手を合わせたくなるじゃねえかよ。道の駅阿部原市でした。阿部原市海岸のね景色かな。この白いのは雲じゃないんだよ、立山連峰だよ。これ見たかったね。次は日本一のイケメンに会いに行こう。はい、ここは高岡市ってとこだね。路面電車と一緒に走っている。いろんな乗り物があって楽しいね、富山はね。やってきたのがこちらだ、高岡大仏。はい、日本三大仏、高岡大仏っていうんだね。その富山県高岡市のイケメン大仏がこちらだ。確かにイケメン。ああ本当だね、確かにイケメンだね。はい、奈良県の大仏、鎌倉の大仏とともに日本三大仏。これで三大仏クリア。どうやらこの中に入れるらしいね。カメラいいのかな。撫で仏。あ、俺と同じ頭してるよ。地下はね自由に拝観できるのだがね、絵画が中心だったね。確かにイケメンな高岡大仏でございました。はい、今思い出せばね、富山県の高岡ったらチューリップの名産地だよね。こんなとこでできてるんだね。それではね、次は国宝を見に行きたいと思うぜ。はい、富山旅初めての国宝だね。瑞龍寺っていうところに来たよ。はい、ここ富山県高岡市はね、加賀藩二代藩主前田利真なんだね。ここは多分利真の菩提寺だね。このバスは何なんだろうね、昔の町営のバスかね。高岡山瑞龍寺っていうんだね。拝観料かかる。はい、国宝高岡山瑞龍寺500円。鬼瓦でかっ。星座公がこの地高岡で亡くなって三代目の利常がこれを作ったっていう感じだね。すげー、砂利がね綺麗に整地されている。これが山門だね。こっちが国宝だね。この山門読めない。風格あるね。はい、山門を過ぎるとね、こんなような芝生の敷地だね。なんかね、奈良ではたくさんの国宝を見たけどね、久しぶりの国宝だからね、胸が躍るよ。はい、山門を過ぎてね、高岡さんのこれは神楽っていうのかな、神社じゃねえから違うか。ここはなんて読む。もちろん読めない。カメラで撮っちゃいけないって書いてないからここはいいんだろうね。怒られるのも嫌だしね。
これをくぐると、これは何だろうね。はい、ここはね、回廊になって全部回れるみたいだね。ああ、ここ随龍寺では日暮らしの木っていうのが撮影された場所なんだね。これが分かりやすいね。この山門とこの仏殿とあの宝堂が国宝なんだね。はい、とってもね、窓が全開でね、涼しい風が吹き抜けてて、とっても清々しい気持ちになります。はい、笑っちゃいけないけどね、俺がなで仏って言うんだって。あは。はい、どうやらね、ここ一周できるらしいね。富山県の指定文化財、随龍寺の石廟って言うんだって。一体何なんだろうね。ああ、お墓かもしれない。ほら、前田利家公の霊廟、すごい、織田信長公霊廟、ここには信長公側室霊廟。これでこの石廟たちのね、一番右側にあるのが前田利真公霊廟。多分前田利真は織田信長に仕えたんだね。なんかね、本能寺の変の後に、遺骨をもらってここに弔ったのがこの石廟なんだけど、あれ、織田信長ってさ、遺体見つかったっけ。確か見つかってないはずなんだよね。あー、座禅するとこだね。はい、全国にね、3つしかない国指定の重要文化財、禅堂だって。ここはお寺の台所だったんだね。はい、延命地蔵菩薩だって。はい、ここの回廊一周歩いてきたよ。ここはね、法律の方に歩道の道って書いて法道だと思ったらね、法道って読むらしい。なかなかね、見応えのある回廊であった。すべてね、1659年に建てられた総ヒノキ造りだって。すごい、1600年代のね、大工さんってすごいんだね。あ、これ多分釘を一本も使ってないんでしょう。いや、これはね、国宝のない恥じないね、随龍寺でございましたね。奈良旅でね、嫌というほどね、こういったお寺を見てきたがね、内心ね、飽き飽きしてたが、久しぶりの国宝にね、胸が高鳴ったね。はい、素晴らしかったよ。はい、とってもいい時間だったね。ちょっとね、想定以上にね、長居をしてしまった。はい、やばいです。朝10時を過ぎた段階でもう30度超えてます。うわー、暑すぎる。なのでね、ちょっとね、路線を変更してこれからね、岐阜の方に1時間かけて向かいたいと思います。富山旅のね、一番奥の地に一つ行きたいところがあるんでね、そちらの方を向かいながら、岐阜の旅の時にやり残したところが3つあるのね。この見なかった岐阜旅をね、今日は終わりたいと思っております。とりあえず内容が充実しすぎてね。そっか、山に行くんだからガソリン入れといた方がいいな。はい、岐阜に向かう道中ね、ここが富山県の砺波市っていうところだね。ちょうどね、左側に砺波チューリップ公園があるのだが、今の時期は咲いてないしね。やっぱね、お花屋さんやってるとね、産地の地名を知ってるからね、旅をしててもね、楽しいね。暑くてね、
岐阜の方に向かっている156号線だがね、いやー暑いのは変わらない。ここはね今ねバラが終わってアジサイが全開バリバリだね。ね数日前はねバラどころかね桜の芽も吹いてない山の上にいたんだからね、それが2日3日経ったらねアジサイが全開バリバリの砺波市だ。さっき言ったね氷見市と岐阜市をつなげるこの156号線、このスノーシェルターっていうのかね、よく人間ってさこんなところにさこういったもの建設してさ道つなげるよね。本当に感心してる。ガソリン高い高いなんて言ってられない。しっかりねガソリン税をね支払わないとね。でこの先のね、岐阜の方に向かってね行く途中に五箇山っていうところがあるからそこを目的地にしているが、あまりにも綺麗な橋なんでね車止めちゃった。ピッカピカの赤、すげえ綺麗じゃない。でね下に流れてるのは庄川っていう読み方だと思うんだけどね、庄内の庄に川、庄川にねかかる赤い橋、なんて橋だろうね。この道とね並行しておそらく高速道路が走ってると思うのだが、なかなかねこの156号線はね車通りが少なくて走りやすい。交通量が少なくていいのだがなかなかね疲れる運転が、トンネルばっかりだしさ電波途切れちゃったしさ、あー景色はそんなに変わりないし、はい、国土交通省もすごいね、疲れ切ったところでねこういった道の駅があるから助かる。はい、とりあえずね道の駅平で、ね、休ませてもらいたいと思います。ゆっくりできたぜ。じゃあねこっから10キロ離れたところまで行ってみようか。14キロ離れてるね。安全運転で行きます。はい、富山県の世界遺産愛倉合掌造り集落っていうところだね。ほんとやばいよ、ここまで1時間半かかった。岐阜県とのね県境に位置しているここ愛倉地区だね。料金所軽自動車500円ね。はいはい、村の存続のために頑張ってください。料金所のお兄さんが笑ってたよ。足立区からは結構遠いんじゃないですかなんて笑ってたよ。あーすごいね、これだけね合掌造りのね、家があるんだね。今現在地ここだから、そうだな、まずは全体を見渡せるスポットを見て順番にこう回ってみようか。井の倉集落って読むんだね。はい、じゃあこっから 300m 上に上がってね、まずは前景を撮ってみよう。はい、のどかだね、めっちゃのどか。はい、井の倉合掌集落の全容がこちらだ。はあ、涼しい。果たして人が住んでるんだろうかね。ここではホタル袋が咲いている。はい、約3分4分、ようこそ展望場所へ。あなたの心に残る風景がこちらだ。いやいいもんだね。アップしてみようか。ほら、素敵でしょ。また雪の時期はね表情が変わるんだろうね。とっても素敵な場所に来たね。1時間半以上かかってね来た甲斐があったぜ。あーすげー綺麗。へー、白川郷と五箇山の合掌造り集落って2つ同時に世界遺産になったんだね。すごいこと書いてある。愛の倉集落は住民の生活の場だって。はい、すごいね。はい、ここは民芸品売ってるとこだね。ほんとねこの茅葺き屋根でね、お
の雪に負けないんだもんね。すごい作りだね。これはね、お宿になってんだね。ほら、これは原始時代を見習ってね、昭和の初期まで岩本さんっていう人が住んでた家なんだって。すごい。ほら、洗濯物干してあったりね。ここはね、生活感がある。ちゃんと表札もあるんだよ。あとはね、こういう風に改築してね、お土産屋さんを作ってる感じかな。まあなんすね、中国人とタイの人が多い。あそこも宿で、ここも宿になってるね。はい、アイノクラ合掌地区はね、このメイン通りを中心にね、左右にお土産屋さんかな。このね、合掌造りのね、お店を利用して、お家を利用してね、お店が立ち並んで、その脇ちょっと入ったところに宿があるっていう、そんな造りだね。さすが世界遺産になると、ほら、万が一の火事の時にでもこういう放水設備を備えてるんだって。50分間連続一斉放水だって。そんな感じで守られてるんだね。ここは中谷さんが運営する宿だね。まあとにかくね、タイと中国人しかいない。ここでは芍薬が満開であると。全体のね、7割は外人さんだね。あ、来てくれてありがたいね。中に入ってね、天井裏を見てみたいんだが、ダメだね、天井張っちゃってこの屋根の裏は見えないね。何なんだろうね、あの棒はね。ほら、ずっと棒があるんだけどね、何の棒だろう。民宿ゆうすけ開館中って、なんか入れるのかね。合掌造りの内部見学できますって書いてある。よし、行ってみよう。行ってみましょう。カメラは OK だね。はい、中のね、動画撮影がね、禁止だったが、写真は OK ということでね、いろいろやったけど、屋根裏がすごかったね。結構頑丈な作りだわ。それであの棒がね、筋交いになってるんだよね。さっきなんだかなと思ったけどね、素晴らしい建物だ。あれは少々の雪じゃ崩れないような頑丈な作りだったね。はい、1855年だったかな、それの作りだって。ここはね、蚕と藁と和紙の里なんだってさ。それでみんな生計を立ててたらしいよ。見えるかな、おたまじゃくしがいっぱい泳いでいるよ。そんな田んぼでした。はい、のどかな風景でね、とっても癒されたよ。意外や意外、楽しかった。それではね、もう一つ、集落があるっていうからね、そちらの方向かっていきたいと思います。はい、今はね、どんどん岐阜県の方に向かってるよ。はい、もう一つの世界遺産はね、菅沼合掌造り集落っていうところだね。ここも駐車場代がかかると。はい、村の予算に入ってるはずだからね、しっかり寄付していきましょう。はい、ここ菅沼合掌集落っていうのは、今現在ここでエレベーターで下まで降りる。あとはこんな感じで歩いていくのかな。世界遺産はすごいね。合掌造りを見に行くのに、最新鋭のエレベーター。そんな、うわ、すげえすげえ、なんだこれ。はあ、地下鉄みてえだな。はい、じゃあ、右から行ってみようか。はい、エレベーター降りたね。左側は全然つまんない。はい、今日の旅はこの辺で終わりかな。あとはね、明日以降岐阜の方に入ってね、岐阜でね、まだ行ってないところが3つぐらいあるから、そちらの方で岐阜旅を終わらせたいと思っています。そしてもう一つの朗報があります。
今日は木曜日なのだが、週明けの月曜日、なんと曇りの予報からね、一転晴れの予報に変わりました。月火水と全部晴れの予報に変わったので、富山県にね、妻を呼び寄せてね、立山アルペンルートとトロッコ電車、この2つをね一緒に楽しむことになりました。宿もね、温泉宿でめちゃくちゃいいところ取ったからね、久しぶり妻と会うんでね、大いにはしゃぎたいと思います。富山を代表するね、2つの旅をね、夫婦で一緒に楽しむ、一人で楽しんでもつまんないからね。一応そんな感じで、今日の動画から3日後か5日後ぐらいかな、動画を上げる予定でございますから、よろしくお願いいたします。菅沼集落の方はね、同じ世界遺産でもおすすめではありません。やっぱりね、あっちの賑やかな愛の蔵の方がね、全然雰囲気あってよかったね。以上、菅沼集落でした。と、はい、今日はね、道の駅上平ってところでね、ゆっくりさせてもらおうと思っています。なんか寂しい道の駅だね。上平村自然環境活用センターささら館だって。あ、一つだけやってるね。よし、入ってみよう。ここは夜も営業するのだろうか。愛してなかった分ね、めちゃくちゃうまかった。ウドの葉っぱの天ぷらなんか最高にうまかったよ。あとね、お蕎麦もああいう黒い蕎麦が俺好きなんだろうな。あとね、イワナの天ぷらが新鮮で美味しい美味しい。あの内容で1870円は安いんじゃねえかな。今日はね、朝飯から始まってね、あの刺身定食美味しかったね。それと今食った昼飯だか夕飯だかわからないけどね、あの定食も美味しかった。国宝も見たしね、また世界遺産も見たしね、大変良い一日でございました。それではちょっと早いですがね、いつもご視聴ありがとうございます。それでは皆様、また明日。バイなら。